previously on the host club. でとりあえずまずホストクラブ自体は30店舗とりあえず30店舗作るっていう。ホストやるために台湾から台湾の方ですか。あ、台湾の方。He was born and raised in Taiwan. As a young man, he went off the rails and became a delinquent. He came to Japan to surpass the man of his dreams, Amuro Ray. 早くこう売れてトイレ掃除卒業したいなって思ったんです。 He was the only one who could challenge Amuro Ray. 高校中退して上京してナンバー2って感じですね。18っす。18歳ですか。18っす。First time visitor. A new client is a customer who hasn't nominated anyone yet. First time customer is choosing a host. All the hosts do their best to serve the customers, and the princess picks the host who impresses her the most for next time. The princess and the hosts are drinking and laughing. But behind this happy scene, there is a fierce struggle taking place between these men. This is a battle that neither of them can afford to lose.またしてやるしかない。あ、オッケー。とりあえずいつも通りやな。あ、オッケー。行ってきます。失礼します。ご視聴よろしいですか。お願いします。すいません。ありがとう。失礼します。奈良ミックです。お願いします。横行ってもよろしいですか。ありがとうございます。よし。あ、お酒好きなんですか。飲みたいな。ああ、じゃあよかったっす。自分もお酒大好きなんですよ。すごい、なんか堂々としててすごいです。何がですか。私堂々としてもすごいいいと思う。いや、もう気合いそうっすね。お酒好きならもう。あ、それ好きなんです。いや、めっちゃ大好きっす。お酒、お酒しか勝たんってやつ。え、カルピスでいいですか。はい。あ、オッケーです。ねえ、って感じ。あ、いいっすか。あ、全然どうぞどうぞ。あ、氷少なめ。あ、氷、あ、もうどれぐらいでもお任せしますよ。もう一緒に、一緒に飲みたいんで俺。え、どれぐらいでも本当に。はい、どれぐらいでも大丈夫です。いや、もう大丈夫、どれぐらいでも一緒に飲みたい。あ、いい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、嬉しい。うん、大丈夫大丈夫。うん、もちろんもちろん。すいません、じゃあいただきます。美味しいね。やばい、美味しい。マジでうまい。This is a very severe world. Even if you are handsome like him. すぐこっちです。やめ、いや、やばいっすよ。もう普段のもう2割もないっす。2割もラブラブな感じで飲んでて。はいはい。いや、もう普段だったらもうエスカレートしたんで、もう見せれないところがたくさん。はい。これでも調子が悪い方なんです。あ、めっちゃ悪いっす。めっちゃ悪いっす。なんでこうなんかね、なんかこうなんかフラットな感じで見せれたらいいかなと思って。はい。Yoshiki looks like he's in love with his new customer. It's going well. The battle that cannot be lost has just begun. The growth of these two rivals shows the very evolution of this host club.さん、どうされました。あ、すいません、こんなとこ見せちゃって。いや、なんか今日営業あったんですけど、やっぱり一番あの
地元で結構あのチヤホヤされてきてイケメンだとかかっこいいだとか、でもやっぱこう歌舞伎町出てきてなんか自分の弱さとかもう肌で感じた部分があって、でなんだろう、自分がこうできないっていうのが一番今悔しくて、でも今日の営業を含めてなんていうかな、もう自分の良さとか自分が悪かったことを着々と見えてるんで、もうこの店で絶対今年中にもうナンバーワン取るっていうか、そういうことでいろいろ今まで悩んでたし。なるほど、地元じゃ負け知らずのイケメンも、はい、そうなんですよ、まあ、新宿歌舞伎町の超群雄割拠のいやそうですね、その中だと全然目立たないで、いやそうそうす、もうだいぶあるっすけど、もう本当にもう肌で感じてるとこっすね今。なるほど、でも僕はあなたが今日トイレ掃除してる時に片手を便器に突っ込んで掃除してたそのど根性をすごいものだと思ってるみたいないや嬉しいっす、そこまで。それ何倍にしてアムロレイさんのようなかっこいいホストになることを期待しますんで、はい、応援します、はい、すいません、ありがとうございます。おはよう。Amuro, the owner, brings in and attracts regular customers. Amuro Ray is always busy. He's used to serving customers, and he speaks confidently. This is genius host number two, Leon. He also comes into the store with his customer. The new hosts are desperately trying to attract customers.今何してるんですか？どうも。今インスタ極めてる、極めてます。おお。多分王道で言ったらティンダーとか、それは他と違った方がいいかなって。日本語も中国語も使えるから、はい、まあそこをなんかアドバンテージとして使っていけたらいいなって。ああ。そうですね。中国のお客さんも台湾人のお客さんも呼べたら、はい、ああ他の人それがりそうです。The popular hosts get nominated one after another. Okay. Okay. 僕が世界一かっこいい鎌倉ゆきだるまです。ニキビ跡あるけど、よろしくお願いします。あ、恐縮でございます本当に。恐縮でございます本当に。どうかなんですか。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。なんか最近まあその一部って呼ばれてるその夜の営業と、まあ二部っていう朝の営業と。でまあ、2部は2部でもう完全に新しいお店っていう形で店作りからやらせてもらってるんですけど、なんだろうな、まあなんか今まではじゃあ例えば自分だけがこうどうあればいいとかこうなっていけばいいっていうビジョンだけ見えてればよかったんですけど、もうなんか最近はそうじゃなくなってきて、じゃあ指名してくれてるお姫方がいて、それは従業員も一緒です、一緒にやってくれてる仲間がいてついてきてくれてるやつらがいるんですけど、彼らがあ秋についてったけどこんなはずじゃなかったんだよねって一人でも思う人間がいたら、僕はそれは幸せではない、僕も幸せじゃないし多分みんな幸せじゃないと思ってるんで、正解がどうなんだろうっていう、まあ、正解を追い求めすぎたらダメなのもまあ分かってはいるんですけど、で全然それ以外のこと考えられなくなっちゃって、で最近とかで言ったら本当になんか一人でご飯食べれなかったりとか、もう今日は休まなきゃいけないなって思って休もうって思ってベッドに入ってもなんか寝れなかったりとか結構多いですね。寝れないから何かをしなきゃいけないのも分かってるんだけど、でも休まなきゃいけない自分もいるし、でも今考えてることめっちゃいいことだから何か形にしたいって思う自分もいるみたいな、アドレナリンと不安とでまあ寝れなかったりとか、ご飯思うように食べれなかったりとか、あと吐いても食べても全部吐いちゃったりとかも結構あったりして、まあ正直体はきついです、まあ、体なのか精神的なものなのかそれはちょっとあれですけど、そういうところでちょっと悩んではいるっすね。こう、まあ、最近の悩みって言ったらそうですね、まあ基本僕なんか他者がどうとかってあんまりないんですけど、自分に対しての悩みってすごい結構尽きないなと思ってて、それもねなくなって
一番形にできるのが一番いいんですけど、今はまだ模索中って感じです。 Host Club A glamorous place where handsome men drink with women and heal their hearts. However, there is always an unfathomable amount of difficulty and mental pressure. The pressure of being a leader, a body weakened by alcohol, the responsibility of guiding junior staff. Sometimes he gives harsh criticism to the newcomers. 飲み直しのヘルプ率先して使おうっていう話をさせてもらったと思うんですけど、ぶっちゃけはっきり言います。弱すぎ。マジで。今日ビーツ右がついてくれたやん。女の子楽しんでたかっつったら 100% 楽しんでないね、はい、もうそれは俺が言われたこと、はい、はっきり言う、はい、名指しは悪いけど、はい、And then there's the battle against Amuro Ray for the number one position, as well as the battle with Leon, the new talent who is catching up. Not even a good night's sleep is allowed because of this heavy burden. Miku, the newcomer, is troubledMany members became exhausted after doing business. This is number three, Kamakura Yuki Daruma. He has to make the exhausted members laugh. A caring man, Kamakura. Amuro Ray, who thinks about the younger members' futures. Next time, Each member has to overcome hardship at the host club.